さて、今日はデッドバイデイライトのキラーをやっていこうと思いますけど、ちょっと待ってね、俺の方の配信準備が、ね、できてないので、よし、ゲーム開始。ごめんなさい、証文ばかりしていると、いつもはサバイバーでやってんすけど、あのマッチングがいつも長すぎるので、今日はキラーをやっていこうと思いますけど、どうも総プレイヤー人口に対してキラーの比率割合が相当に低いみたいなのでね、だから全然キラーがいないみたいですけど、プレイグ慣れてきました。いや、まだ1回しか使ってないんで全然慣れてないです。5万ももらっちゃった。はい、じゃあ今日はもうコメントでネタバレしますけど、今日はねこの青空球児キラーを使っていきますので、ね、ゲロゲーロのゲロゲーロ、ゲロゲーロですよ。青空球児師匠をちょっと使っていこうと思います。はい。設定でこれ明るさというかコントラストを下げてめちゃくちゃ明るくしてるので多分見やすくなってると思うんですけど、発電機の、あ、見たいですね、発電機にゲロゲロあのはっきり言って全然育ててないので、パークがないのでちょっととりあえず育てましょう。今レベル上げます。やっぱサバイバー全然マッチングしないからね、正直やってらんないっすよね。あなたが発せられる恐怖は尋常でない長距離でも相手とね、ちょっとよくわかんないですけど、あ、なんかこれより前にあれだった、バベチリを取れって言われた、バベチリにしとけばってこれかカニバルですよね。まあでもあれか、俺のそもそもパークつけられるのがまだ1個しかないからダメだ、まあ、最低3つはつけられるようにしないと。誰も死から逃れられない、危なかった。よし、じゃあやりましょう。2個目は何がいいのかな。堕落の介入は強いでしょ。すっげえマッチング早いんだけどいつもこれ10分ぐらいいつも待たされるのにめちゃくちゃ早いですね。あ、これいいじゃん、憎悪のささやき。
索敵系パークなんか持つっけ。どれが索敵なのかよくわかんない、まあ、とりあえずゲロまみれにしてやりますよ俺のゲロで。てかマッチングめちゃくちゃ早いね。サバイバーであんな永遠待ってるの何だったんだよっていうぐらいすっげえ早いんだけど。これなんか適当にキラやってなんか適当にポイント稼いだ方が全然効率いいんじゃないかと思ってきたんだけどね。サバイバーで永遠待ち続けてね、試合開始に5分10分待つよりはなんか適当にやって。バベチリも索敵系だね。うん、なんか BP 増えるのと索敵に効果があるみたいですね。なんかつると周りの人が見れるようになるやつでしょ。うん。正解、やったね。まあ、とりあえずゲロまみれにしてやりますよ。俺のゲロはくらえ。ね。青空求人なのでゲロ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 っつってまずは攻撃手段をゲロにしちゃってどういう発想でそうだったんでって思うよね。どういう発想でやって思うよね。よしちょっと攻撃ゲロにしちゃうぞって普通考えないでしょね。どういう発想でやってるのね。はい、よしゲロにしようぞって一応このキャラクター設定的にはそのあれなんだよね、疫病をばらまくキャラなんですよね。あ、いた、いましたね。ビシャ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 ってこれ音が無駄にリアルだよね。音が無駄にビシャ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 マジか、音が無駄にクソリアルだよね。ビシャビシャビシャマジこれ考えてきた頭おかしいわな。あえてさ音がすげえリアルだよね。ビシャ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 って久しぶりに見てマジこう発想がねちょっとね、もう音が気持ち悪いでしょ。お、なんか黒くなってる。これやるとあれでしたっけ、攻撃できるようになるんでしたっけ。いましたね。よいしょっと、おー釣れましたよ。もう音がリアルすぎだろこれ。ブシ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 マジこれアホだよね。60秒間攻撃できるようになるんですよ。なるほどなるほど、いやー面白いね。
音が気持ち悪すぎだよね。まあどうせ誰か回復しに来るでしょ。いた。結構見えるもんですね。意外とゲロ当たんないですね。びちゃ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 。音がリアルすぎて、音がリアルすぎて気持ち悪いですね。もうね、あれ壊れてない。いますね。結構届くんですね。よいしょっと。これあれですね、だから2回完成させると負傷状態になるから強いですね。もう1回殴ればね、即ダウンさせられるから意外と強いんじゃないかな、このキャラクターとか。遊んでたら何気にゲロをぶっかけて遊んでたらちょっと発電機1個にして、いや面白いですねこれね。マッチャラってマッチャラって面白いな。マッチャラっていいですね、ちょっとマッチャラっていいな。助けに来た人も完成する。あ、そうなんだ。はい、マッチャラってどうぞ。ビシ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 。いやもうマジこれ考えてきた頭おかしいっすね。よいしょよいしょ。いましたね。みんな疫病状態になってますね。強いな、どん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 感染が広がっていくから強いっすね。
面白いな、これな。強いね。いや、そっちやねえよ。ぶっ壊してる場合じゃないでしょ。よいしょ。感染できなかった。何気にこのキャラは声が綺麗ですね。声綺麗。ここいいっすね。出口も見張れて、あっちも見張れてだから。こちらって結構こうね、遠距離飛んでいくから強いですね。よいしょあ、これ結構楽しいな。間違って楽しいですねみんなみんな間違って入ってほしいね。強くないっすかこれ。割とこうキラ全然やってないっすけど、それでも結構ね吊るせたので、ね、割と強いじゃないですか。索敵できなくてもあれですね、発電機にあのゲロぶっかけとけば勝手に感染してくれるからね。それでね、ほら、俺だってこんなペーペーですよ。ペーペーだけど。ねえ、こんなベテラン相手にあれだけ普通にできるわけだから。まあ誰も殺せてないですけど。ねえ、1万5000もポイントもらえるなら全然効率いいじゃないですか。ドクター、あ、なんかドクターも強いらしいですね。一応、ジュンさんにはおすすめされましたけど。あのゲロ2回でダウン負傷状態にさせられるのが強いですね。ビピューうまいのがキラーなんですよ。そう、マッチングも早いからね。だって1分も経たずにマッチするから、これ普通に適当に2回やって1万1万だったらね、サバイバーで1ゲーム待つよりは全然効率いいし、うん、追われるより追う方が楽しいしねゲームとして。ちょっと待って、今催すゲロの薬みたいのがあって、何今の催すゲロ剤あってこれ何、即吐薬って読むのかな、わかんない。ゲロ促進剤があるんですゲロ促進剤やべえな。準備完了が遅め。これですね、このキラ面白いな、うん、他のキラってほらやっぱ攻撃の仕方がね邪悪じゃないですか。これはな、まあ、あのね、鎖のついたあの方向箱とゲロで戦うっていうこの謎コンセプトいいですよね。
キラーうまい。あ、そう、全然下手くそだと思うんですけど、誰一人殺せてないし。とりあえず見つけられなくても発電機にゲロぶっかけとけば勝手にね、そうせざるを、あの修理せざるを得ないからね、ゲロマーキングしとけば。単純にこのキラーが強いだけだと思うんですけどね、うん。いいな、このキラー楽しいですゲロぶっかけたもんな。これ企画会議でさ、ちょっと次のキラー何しようかっつって、ちょゲロゲロいいんじゃないってちょっとなんかね、サイコパスの発想だよねよし、ちょっと次のキラーはゲロにしようとかってさ、普通ならないじゃん。そう、とりあえずこれで汚染させとけばいいので、びしゃびしゃびしゃ変わって、音がリアルだしこの抹茶ラテの音がリアルですよね。これあとあれですね、あの遅延のあの開幕修理できないパークあるじゃないですか、あれ使ってるんで多分そのおかげもあると思います。そしてここ全然見つけにくいんだよな、敵が。開始早々ゲロまみれにしてやったぜ、ワイルドだろう。ワイルドの通り越して不潔だよちょっとあの上はあえて捨てましょう、めんどくさい。開幕はあれかな、みんな潜んでるのかな。発電機をゲロまみれにしてやったぜ、ワイルドだろうとりあえずもうコンセプトとしてさ、よしゲロゲロにしようっていう、堕落の介入、あ、そうそうそう、堕落の介入です。誰も修理してないんだけど、誰も修理してる気配がないですね。 あ、とりあえず小屋直してますね。今おじいさんが見えましたけど、お前もゲロまみれにしてやるんか。とりあえずゲロかけとけばいいので。あれ、なんか誰か、あ、切断したのか。切断とかあるんですね。あ、これ起動してるのか。
よいしょ。ガンガン。これちゃんと押し切らないと壊れないって。こうやらないとちゃんと壊れない。切断はダメですね。そうですね。ちょっと仲間を見捨てる行為です。ちょっとバチバチってなるまで殴らないといけないですね。いた。よし。このバコンバコンを見てる。攻撃いけるようになった。結構意外と長距離飛んでくるのがやばいですね。意外とこう思ってもいないぐらいにあの遠くまでゲロ飛んでくるから、意外とあの飛距離がわからないですよね。これあのやられる側からすると、えこんなとこまで届くのっていうぐらいゲロ届くじゃないですか。そこ強いっすよ。あまだ黒ゲロのままと泉が感染した音。あなるほど。釣ったら抹茶ラテかけた。あ、そうっすね。釣り、追いラテしときましょうか。追いラテしときましょう。追い抹茶。まだ赤ワインのがリアルだな。サバイバーやってるとどう動かれると嫌だっていうのが分かるから、それが強いのかもしれないです。もう一個のゲートあっちか。遠いな。この傷跡の足跡見にくいっすよね。ビシ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 。面白いなこれな。あ、チャレンジ設定してなかった。
切断くん、切断くんちょっとめちゃくちゃレベル高いじゃないですかこの人。ひどいな。切断、切断はちょっとダメですね。ちょっとチャレンジ選択しとこう。わかる。あと今足跡消えるパークあるんだ。あ、そうなんだ。足跡消えちゃうんだ。足跡消えるは強いですね。とりあえずレベルを上げましょう。キラー涙目やん。まあでもあのゲロぶっかけるのが楽しいんで楽しいなぁ。でもう敵をゲロまみれにするってこの発想が面白すぎだよね。あ、すごいね。通常攻撃で瀕死状態にすると32メートル以内の全ての発電機が爆発する。すごいね。トーテムに祝福を与えるキャラのパークだったかな。へー、なんかもうちょっと足跡ぐらい見やすくしてほしいですよね。一応これ割と役に立ちましたね。あ、治ったって言ったら、あ、そこにいるのねっていうの結構見えるので、何をつけるのがいいの？一応バビロニアの女っさい。待ち合わせたか。バビロニアの人なんですね。声は綺麗だよね、この人ね。あ、単に酔いつぶれた人じゃないんですね。お酒飲みすぎて二日酔いの人じゃないです。ちょっとやっぱマッチングクソ早いからな。やっぱサバイバーで待つより適当にキラーやって適当にポイントを稼いだ方が楽な気がする。まあ、だから放置キラーがいいのか。放置してるだけでね、普通に稼げんならマッチングもめちゃくちゃ早いし。どうでもいいけど、俺ランク的にめちゃくちゃ低いはずで、なんでさっきからね上級者とばっか当たるの。おかしくね。全然スキルレート機能してないじゃん。それがもうガチ初心者はもうこのゲームやってないっていうことです。例えばあのサンリオのデッドバイデイライトが出るじゃないですか。デッドバイデイライトじゃないけどね、あれちょっと楽しみだね、うん、コラボしないかな。地図持ってる人がいるってことはパーティーかな。あ、今ので見えたんですか。全然見てなかった。ガバマッチ、ガバマッチってやつね。これあのコメントを僕が読むペースと表示されるペースが全然ずれてるのであの出る前から読んでますけど、あの別に超能力じゃないです。あ、なるほど。地図役が一人いて配置をみんなに伝えるってことね。いいんだよ、俺のゲロをくれーっつって。あ、
から結構ゲロがどうと割とこうすげえ遠くまで届くから結構意外とね、あの意外にかなり飛距離あるからね、読めないですよね。とりあえずゲロまみれに。これどうやって上行くの？ここか。発電機にゲロをぶっかける簡単なお仕事です。ビシャ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 。もうこの音がダメだよね。もう笑いを誘うよね。もう逆キャラじゃねえかと思うね。で、あのご丁寧にちゃんとあの息吸うじゃないですか。すーけどね。いやーもう、あ、いたいた。完全に今無警戒で突っ込んできたから後ろ見てましたね、あの人ね、多分。遠いから捨てよう。あれですね、すべての発電機回ろうとしない方がいいですね。何個か見捨てた方が絶対いいですね。あっちの捨てを。と思ったら近くに行けるから。全部を守ろうとするとまず無理なの。この遠いのは捨てましょう。いた。イエーイ。やっぱこうとりあえず負傷状態にできるから強いっすね。よいしょ。おい抹茶ラテで中央3つとかマップによって決めてました。うん、あの辺触ってなさそうなの。上を直してるけど、まあいいや、無視しよう。よいしょ。
壊れてなかった。この壊れるって加減が分かんないよね。やっぱこう自分があえて回らなくても発電機触ったら勝手に感染してくれるから強いっすね。俺が捨てたの分かったら多分あそこを直しに行きますね。多分人間の心理として一回触った発電機を直そうとしたらなるので、このこっちの2個重点的に回りましょう。この3つか。逃げられちゃって、ほっとこう。追いかけるよりまず破壊が優先ですね。意外と当たんねえ。あ、ちょちょちにうざいですね今壊されましたね。出口側に向かいましょう。よし、よいしょっと。やっぱこのキラー強くないっすかこのキラー強くないっすかね。おい、マッチョだった。よし、この人一回吊るしてから、この人に地獄に落ちてもらいましょうこの人にはちょっと地獄に落ちてもらって、
びちゃびちゃびちゃ。サボダージュは本当困る。多分クエストだと。サボダージュってなんだろう。びしゃ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 さようならさようならさようならゲロです。今の面白いな。バイバイゲロですよ。ねえ、グッバイゲロです。さよなら土砂物。グッバイ。今ハッチの音。ハッチ。あ、倒した。イエーイ、俺の勝ち。フック壊すスピード速くなるやつ。あ、なるほどね。でもですね、3人ぐるみで助けに来ると助けられちゃうんですね。面白いな。このゲロゲロゲロおばさん楽しいです。うん、俺ね、はっきりでキラー超初心者ですけど、これだけ普通にできるから割と強くないですか。だってこれ相手こんなんですよ。こんな歴戦の覇者に俺まだこのパーク2つしかつけれないペイペイですよ。ペイペイであれだけ立ち回れるんだから全然強いですね。作的ろくにできてないけど、やっぱ発電機を汚染することによってね、勝手に割とね、負傷状態にできたりとか、あとゲロばらまくだけでもスキル連発してるから、多分それでポイントが結構入るんでしょう。マチャラっていうし、抹茶夫人で、じゃ抹茶夫人と呼んでみましょうね。それが青空球児で青空球児ですね。ポイント効率全然いいな。いや面白い。これあんまりその立ち回りが下手くそでも、とりあえずゲロばらまいときゃいいんで。ね、もうゲロばらまいときゃいいっていうのが、むちゃくちゃな感じですけど。ついだけでゲロゲロ。ゲロゲロおばさんね。マジこれ最初戦ったとき笑っちゃったもんね。なんだこいつ、なんだこいつって。で、ジョイマン気分ですよ。マジ初めて見たとき衝撃的だったよね。ブルブルブルサバイバーでやるとさ、攻撃をボロ見るわけじゃないですか。ケチからバーッ。ほんとマジさ、マーライオンのようにドブルブルブル。うわ、なんだこれ。もうマジあれ、最初見ても笑っちゃって普通に攻撃食らっちゃったね。バシーッつって。逃げながら壁に走っちゃって、普通にバンって。なんだこれっていうね。パクのランク、ああそうっすね、上げときましょう。いやーもう狂気の発想っすよね。ちょっとゲロで戦いましょうって。い
いやー面白いね。お、ゾウのレベルがありますね。あ、足りない、足りひん。あと堕落の介入強いですね。あれやると、あの序盤の進行を勝手に遅れせられるから、これ多分あのゲロダメな人は多分ねこの配信見てないでしょうけどね、ああいうのダメな人はちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、まあこれあのやってる本人はあのゲロ見えないのがいいですね。だからやられる側たまってほしい。やられる側おもろさ、ゲロブルブルブルって入ってくる、ゲロ入ってくるキラーを見なきゃいけないけど、こっちはほら一人称だから、あのなんか液体が飛んでるなってね、そういうのしか見えない。なんかあれかな、あの放水してるのかなこの人みたいな、ね、感じだけど、やってる側を見えないからあんまり気分悪くないですけど、やられる側もろゲロをかぶるわけだからさ、もうね、狂気な、ある意味逆に怖いキラーですね。あの本当に怖いキラーいるけど、これあの気持ち嫌悪感の方の怖さですよね。今だかつてゲロで戦うキャラとか聞いたことないもんね、そんな。で、古今東西いろんなゲームやってきて、あのメインウェポンがゲロっていうキャラいないでしょ。ね、まあ、メインウェポンはあのチェーンのついたドンキのようなもので殴るのがね、多分メインウェポンなんですけど。いや、未だかつてないよね。ちょっと。ケーキ漬けってトリックスターのパークだっけ？へぇ。トリックスターっていうキラーがいるんですね。いやー、抹茶ラテ女子、抹茶ラテ先生、ちょっと楽しいですね。あの、今度は抹茶ラテ先生と呼んでいきましょう。ね。うわ、ラクーンシティじゃん。ラクーンシティ嫌いなんだよな。すいません。免許の発行しに来たんですけど。ケーキ漬けにいっぱいゲロをぶっかけてましたね。キラーだとあの発電機の位置が見えるから、あのあこういう構造なのねっていうのがよくわかりますね。室内ってあのめちゃくちゃ 3D 酔いするから好きじゃないんで、単純に俺が 3D 用意するからやりたくない。免許発行でゲロ吐きまくる。絶対ダメでしょ。気持ち悪くなってきた。室内は 3D 用意しやすいですね。あのゲロで気持ち悪くなってるんじゃなくて、あのこの 3D 用意して気持ち悪い。でオーラは見えるけど、あそこにどうやって行けばいいのかがわからない。
見えるんだけど、見えるけど見える位置に行けない。まあいい、ほっとこう。ケーキ漬けにいっぱい。あ、ダメだ、楽にして気持ち悪くなってきた。一人称の FPS ゲーで辛いのって、あの狭い建物の中とかなんですよね。こういうところが、あの、視点がね、この中央の発電機が強そうなので中央にいた。そうっすね、確かに。この視点の回転するとね、めっちゃ酔いますよ。よいしょ。なんか今ロッカーから一気に拾い上げたんだけど、そういうもんなんですか。おいゲロ。レオンのうめき声が聞こえたぞ。よし、もうこの人だけ倒して、もう動くのやめる。ちょっと俺が気持ち悪いです。下手に動かずにキャンプしとけばよかったです。もうこの2つだけ往復してよ。
キャンプも作戦の一つ。よいしょ。ダメだ、本格的に気持ち悪くなってきた。ちょっとやめよう。ちょっと休ませよう。だめだ、やっぱ建物内はやばいな。ちょっと相当気持ち悪くなってきた。よいしょっと。あら、間に合わなかった。あの量慣れてんの相当ね。あの量相当チェイス慣れしてますね。よいしょ。よいしょ。よし、葬りました。当たんねえ。あ、これ使えないんだ。待ってよ。
追いゲロ。楽にしていい警察車だもん。そうっすね、これはもう死を埋めております。送り人です。配信画面相当明るいな。めちゃくちゃ明るくしてるけど、何気に2人は通せそうですね。あ、諦めた。終わり。こんなグダグダだったけど2人は倒せました。ね、ちょっと待ってよ。追いマッチは左のアイコンで感染してないサブだけで大丈夫。まあ景気づけですよ。景気づけに追いマッチしてるだけですよ。ハチへ逃げるだろうね。俺がここにいるんで来ないだけだと思うんですけど、がもう一個の方か、もう一個の出口に行くほど元気がないのでもうここで待ってます。中行きたくないんでここで待ってよ。二人釣ったからもういいよね。このまま時間切れで終わりそうな気がする。多分もう一個の出口にたどり着けないか、ハッチが見つからないか、どっちかでしょうね。勝った。やった。こんだけグダグダだったら3人倒してる。ハッチ探すクエでもし、ああかもしれないですね。スーパー 3D 用一応なので、ちょっと何だろう、楽しいサバイバーでやってると酔わないけど、キラーでやるとめちゃくちゃ酔えますね。やばいぐらいに。やった、3人倒しよったぜ。こんなにしょぼしょぼプレイだったのに。ね、普通にまあランクが低かったですね、うん、相手のランクも低かったので多分楽にしに慣れてなかったと思いますね。多分そうそうやるマップじゃないだろうか。ちょっと休憩します。例えばシュラインっていうのを教えてもらったんだけど、これなんか取った方がいいやつあります？今あるの不滅と呪術不死とアイアンメイデンと執念の大将ですけど、なんかおすすめあります？ちょっと場合によってはこれでやめるのもありですけど、やっぱポイント効率段違いだな。
もうこのはずから時間でもう5万近くポイントが手に入る。普通だったらねマッチングだってサバイバーで1マッチング待つ間に、ね、下手したら2試合ぐらいできちゃいます。なんかね、フシは強いって聞いたんです。てか大体持ってる人多いですね。フシ破滅も持ってないです、うん、ちなみに今使えるキャラクターはキラーはこの人たちですね。だからあれですね、あのコラボキラー以外は基本的に使えるやつかな、パック的に。あ、イノさんが来た。ちょっとあのラクーンシティでむちゃくちゃ 3D 用意したので、今休憩中です。うん、あのマップはダメだな。ほぼ中央にしかいなかったけど、それでも3人始末しました、ね、多分お互いやり慣れてなかったなと思いますね。あのめちゃくちゃ慣れてたレオン以外の人は多分3人はラクーンシティ全然やってないんだと思いますね。あのめちゃくちゃ迷ってたじゃん。だから多分キラーどうですか、面白いです。この抹茶先生強いですね。うん、この抹茶先生と相性がいいんだと思います。抹茶先生は索敵できなくても発電機にゲロぶっかけとけば強いんで。抹茶ラテ、発電機抹茶ラテ漬けにしておくと強いので。ラクーンシティに至ってはほぼ中央にしかいなかったんですが、真ん中の3つぐらいしか行き来してなかったのに、それでも3人、4人中3人倒してるわけですから。だからあの3人は多分単純にラクーンシティやり慣れてないだけだと思います。あ、これがトリックスターって。遠距離が得意の殺人鬼、能力命運を使って高速連射でナイフを放つ。憧れてクラウドコントロール袋工事。イノさん、フランクさんがゲロゲロおばさんというので私が使っていた抹茶ラテ赤ワイン、そうそう、抹茶ラテと赤ワインを履けるんですよこの人で。これはレザーフェイスは DLC 買ったので、トリックスは本当に弱いから買わなくていいけど、多分最初のパック、なんかキラーがセットになっているパックで買ったので、これ多分最初が使えます。なんか人間みたいなキラ、人間みたいなとか人間だなこれ普通の人間じゃないですか。金属バット持ったただのチンピラじゃないですかねえ、バッと持ったチンピラにしてスターに憧れて、何アイドル目指してるんですか。ユッティですかこれ。若チコ若チコしちゃうんですかこのキラーは。ナイフが全然弱い。
細かいことは気にしねえんソウル、わかちこわかちこ細かいことは気にしねえ、わかちこわかちこね。ユッティだから、ユッティ細かいこと気にしないんで大丈夫です、ね、これがあのチュートリアルでやるキラーですよね。トラッパーとか見た目怖いじゃないですか。でレイスとか見た目怖いじゃないですか。ヒルビリーも怖い、怖いな、これも怖いな。でかっあもうこれ怖いな。ドクターも目ひんみてし、怖い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 。いやもうこれも怖いね。これはちょっと太ったおっさんだな。これ怖いな。ちょっとこれゴンさんじゃ、ゴンさんじゃないですか。ゴンさんじゃないですか。めっちゃゴンさんじゃないですか、この人は。ねえ。ハンターハンターにいましたよね。ゴンさん、ゴンさんですよ、ね。リンちゃん。いや、ゴンでしょ、これ。これもね、これも普通の人間じゃないですか、これ。リージョン。クリーグはこのあの声が綺麗ですね、うん、鬼って殺人鬼で鬼って、鬼は殺人鬼という妖怪なんじゃないですか。ナースとリンちゃんほんと下手すぎてダメだった。なんか難しいキラーなんですかね。高速移動能力、山岡のたたり、テレポートできる、テレポートできるんですね。山岡っていうことはあの美食クラブの人ですかね、この人。これがデススリンガーって、これまた普通のおっさんじゃないですか。これリボルバーオセロットですよね、この人ね。あの荒野の七人にいましたよね。バンクリーフですよね、この人。うん、ブライト。気持ち悪いな。顔溶けてるし、ちょっと。うわ、これなんかいる、ね、なんかいる、気持ち悪い。これユッティだからちょっと。細かいこと気にしないからちょっとダメですね。ナースはどういう能力があるの？あ、戻した。スペンサーの最後の一息を用いてブリンクする。ブリンクって何ですか？障害物を通り抜け息の、あ、瞬間、これもテレポートするのか。障害物を通り抜けられない、強いですね。壁の向こうにいきなりピュンっていけるとでしょ。ツインズは難しかった。ツインズはどういう能力ですか？助け合う殺人鬼ペア、能力の血の結束を使って二手に分かれチームで狩りをする。あ、なんか分離するやつ、なんか一回戦いましたね。なんかちっこいやつが追いかけてくるやつでしょ。へー、それツインズって言うんだ。ビクトルを走らせる、なるほど。
これ貞子ですよね。アーティストってあ、怖っ怖っ、これダメダメダメ、セノバイト、これなんで頭にピン刺さってるんですか、この人この人でなんでこういう顔をしてるんですか。アーティストはやったことない。このセノバイト君はなんで頭が剣山みたいになってるんですか。これネメシスだ、これスターですよね、うん、追跡者ですね。これはなんだっけ、サイレントヒルか、三角頭くんですね。ゴーストフェイス、これはスクリームの敵キャラですよね。敵キャラというかスクリームシリーズに出てくるキャラクターですよね。見たことないけど、ホラー映画怖いから基本的に見ないんですけど、嫌いなので。新サバ、ゼノバイトも周りがやってて羨ましかった。なるほど。ピック。これは何のキャラ？あ、ジグソーって書いてある。そうか。そうシリーズ。そうも見たことないから知らないけど。なんでこれ豚の顔してるんですか？これはフレディですね。エルム街の悪ですね。昔なんかカトちゃんケンちゃんの番組に出てましたよね、フレディ・クルーが役の人がね。ヒゲダンスやってましたよ、爪で。それ覚えてる。逆トラバサミを頭にはめられます。あ、なんか一回戦ったことあるかも。なんかあれでしょ、人形の箱に行かないと解除できないやつだよね。なんかよくわからないで脱出したらいきなり死んじゃって、何これって思ったやつだ。怖い。この人なんでこんな犬神家みたいな顔してるんですか。これでもこの間当たりましたね。このキャラなんか一撃で味方を倒してたんですけど、あれはこのキャラの能力なんですかね。全く一度も釣られてない状態がいきなり死んでたんだけど、あれはそういう能力。一人の生存者に執着する、これはストーカーなキャラクターなんですかね。そう、ああ、こいつの能力なんだ。これ内なる邪悪、内なる闇が獲物の命を奪う意志を増大させる。内なる邪悪を発動するとシェイプは獲物をはっきりと見えるようになり、凝視することでさらなる邪悪の力を蓄積する。マイケルはレベル3にして手鏡やドーンで一気にやれる。これか、発動時すべての生存者が無防備のステータス効果を受ける。無防備って何ですか。
あの、なんとかのステータス効果を受けるって書いてあるけど、なんとかのステータス効果の説明がねえからわかんねえ。わかんねえ。見つめ続けてレベルを上げて、ああ、だからなんかこのキラーはこっち来ないで、こっちをじーっと見てきてたのか。一撃だ、ああ、なるほどね。だから一発でダウンするけど、その手鏡アドっていうのをつけると、一発で即死するってことなのかな。なんか開幕速攻いきなり味方がいなくなって3人になった。あれとか思って、え、誰も一回も釣られてないよとか思ったら、そういうことだったんですね。永続、あの、永続って言うんですか、何が永続するんですか。鬼ミノタウロスになって鬼じゃねえよミノタウロスはもう鬼じゃねえよ。怖くないスキーはないんですかねキラーだけど、トリックスター君は多分なんか普通の服があるよね。普通じゃなかったっすね。なんか韓流スターにいそうな感じじゃないですね。びっくりした、これ首なしになるのかと思ったこれ首なしになるのかと思った衣装が変わるだけがびっくりした。おお、怖っとか思った。これでも言っていいですよねなんかヘアバンドしてるしね。わかちこわかちこ言っていいになりますよ。ちょっと服が言っていいっぽくないけどね。服ユッティないですね。ナース。うわ、気持ち悪い。この人はなんで浮いてんですかね。お化けになってるってことですか。気持ち悪いのしかですね。お茶入れてきた、ただいま、お帰りなさい。ちょっとまだ回復してないですね。怖いな。ピエロってやっぱりアメリカだとピエロ恐怖症っていうのがあるくらい、結構やっぱ
好き嫌いが激しいみたいですね。ピエロで思い出したのはデッドライジングってゲームにあのピエロの敵が出てくるんですけど、あのあれはちょっと怖かったですね。トークタイム、トークか、何話そう。例えば井野さん、あの捨てのレイさん辞めちゃったっていうか終わっちゃいましたけどね、大丈夫ですか、あの生きてますか生きてますかじゃないけどね、井野さんかなり気にお気に入りでしたからね、あの突然の引退にちょっとショックを受けてるんじゃないかと。あれ、これ性別が変わるんだね、このキャラクターは。リージョンって男ってわけじゃないんだ。なんか2パターンぐらいいるんですね、このキャラクターは。男と、あ違う、3人いるのか。直立不動のやつと、ちょっと前かがみのやつと、あと女の子がいるんだ。なんか3人組のキラーなんですかね。あまりそのキャラクターの設定とか全然知らないから。ああ気持ち悪い。あの 4K で見てるから、この気持ち悪い感じがめちゃくちゃ気持ち悪く見える、超高画質で見えるので、グロ画像です。結局シュラインは取った方がいいのかな、この不死は。とりあえずレベル上げましょうかね。リージョンの仲間にフランクってのは、俺か、俺がいるんです。俺やー。不死と破滅は両方欲しい。まあ一旦取っといて、破滅を別で。破滅はちなみに誰で取れるんですかね、ティーチャーブルが。お、10になった。奈落の介入のレベル上がるやつが全然出てこないんだけどレベル1しかないんだけど。闇の信仰心、
ノーワンでもつけときますか。なんか探知系のパークが欲しいですね。破滅はハグ。ハグってこれか。あ、本当だ、破滅って書いてあった。呪術しかないじゃん。このキャラは呪術以外使えないですか。呪術回戦ですか。ハグ、領域解放するんですか。これも罠系のキラーですね。だからとりあえず不死を取っとけば、あとは破滅だけ取ればいいから、ある意味それでもいいのかもしれないね、節約するなら。ちなみに破滅の効果ってどんな効果なんだろう、見てみようか。この呪いは全ての生存者による発電機の修理進行度に影響を与える。全ての発電機は呪術破滅の影響を受ける。生存者による修理が行われていない間、速度に発電機の修理進行は通常の交代速度の 100% あ、じゃあ倍になるってこと。へえ、すごいね。要は遅延パークなんですね。フシはブライト、やるなブライト、ね、ブライト艦長。不死の発動時、いずれから無力が通っても2メートル以内に生存者のオーラが見える。2メートルってほぼ見えねえし。それとは別の呪いのトーテムを浄化すると、そのトーテムの呪いは呪術不死のトーテムに移動し、呪術不死の呪いを解く。あ、これ書いてある意味がよくわからないんだけど、これはどういう効果なんですか。不死と破滅を合わせるとどういうシナジー効果があるんですか。いや、不死と破滅です。アイアンメイデンはサバイバーがロックやらないとな。そういうパークですか。アイアンメイデン、ロッカーを開ける速度が 30% 上昇する。なるほど。ロッカーから出た生存者は30秒間無防備状態になって4秒間息が広がる。だからいっぱいロッカー使う人がいると輝くってことですね。ああ、そう、不死の話、不死でいいんです。不死のこの下の、この効果の意味がよく分からなくて、発動中いずれかの無力が通っているものを2メートル以内にってのは分かるんだけど、その後がなんてどういう意味なのかがよく分からない。
それとは別の呪いのトーテムを浄化すると、そのトーテムの呪いは呪術不死のトーテムに移動し、呪術不死の呪いを解く。このくだりがよくわかる。マップ全体の発電機修理を遅延できるのが破滅で、呪術トーテムを守れるのが不死。あ、だから破滅っていうのが呪術トーテムなんだけど、それを浄化したときに、不死のトーテムの方が生きていたら、その不死のトーテムがさっきの呪いのトーテムに変わるってことかな。そういう解釈でいいんでしょうかね。それともあれか、無力なトーテムと呪術不死のトーテムと呪術他のトーテムがあったとしたら、要は呪いの状態になっているトーテムが2つ存在するってことになるのか。そういうことかな。だからどっちかがどっちだけど、それが分かんないってことか。ってことかな。だからマップ上で隠せるって、隠されるってことかな。そういう解釈をしてましたが、合ってますか。呪いが移っていく。うん、ちょっとあと解説サイト見てみよう。もうゲームの説明分かりづらいよね。呪術不死はマップ内の呪いのトーテムが壊れた際に自身が身代わりとなって破壊される。ああ、なるほどね。だからマップ上の呪いのトーテムを破壊して、一回壊したとしてももう一回壊さなきゃいけないってことか。身代わりになって消えるから、もう一回探し出して壊さない限りはその破滅の効果がずっと続くってことなのか。呪術不死はレイリー記念研究所などのトーテムが見つかりづらいマップで焼き放るからが、開けた場所にトーテムが出現しやすいマップはすぐに破壊されてしまうのが弱点。なるほど。ただし私の不死破滅はすぐに対処してる。全然不死じゃねえじゃねえかって。不死破滅じゃなくて、ただの破滅です。ただの破滅だこれ。まあ、だから一応取っといてもいいってことなのかな。取っといてもいいけどまだ使えないってことなのかな。
よし、ちょっと復活したから。もう一戦。次が室内マップだったら、その時点で捨てゲーするので、そうじゃなかったら、やります。やっぱマッチング早すぎだろうって最後で僕のこの今の気分の悪さも含めて抹茶ラテご馳走しておりましょう。抹茶ラテでティーパーティーしようぜ。サバイバーも面白いけどキラーも面白いですね、やってみると。やること多いけど、やること多いけどあんまりライト一人、ああ懐中電灯持ってる人いますね。見てる人に言いますけど、なんかすげえ色が薄く感じるかもしれないけど、これ意図して明るさを上げてるのでコントラストを下げてます。なんでなんか眠い感じがするけど、それはわざとです。そうじゃないと暗すぎて全然見えないんで配信画面、特にクライマープラットマジで何も見えないんで、明るさをかなり上げてます。なのでこれはわざとです。俺がプレッシュ画面よりも明るいですね。俺のプレッシュ画面も HDR モニターなので多少明るくなるんですけど、それよりもさらにもう一段明るいですね。なのでだいぶ見やすいと思います。あ、よかった、外だ。とりあえずゲロをお見舞いしてあげました。ブシブシブシ。こう無駄に音がリアルだよね。君もなんてブシブシブシ。こう考えてると頭おかしいよね。なぜあえてゲロにしようと思ったのかね。いい意味で、いい意味で頭おかしいですけど、もうたまにこういうギャグキャラクターがいてもいいですね。賑やかしいいですね。サバイバー多分隠れてますね、これね。なんだ、なんか今すげえラグったな。相当うまかったからあれ無視した方が良かったですね。さっさと見限って待ち合わせご馳走した方がいい。待ち合わせいかがっすか。
いますね。いますねとナマステって似てるね。どうでもいいけど。いますね、ナマステ。ちょっとあの僕抹茶ラテまみれにするのが楽しいんで。あの人相当うまいな。結構届くからね、範囲広いっすよね。意外とそんなとこまで飛ぶのっていうぐらいの飛んでくるからビシャビシャビシャ。抹茶まみれにしてやったぜ、ワイルドだろう。サバイバーの抹茶まみれにしてやったぜ。よいしょっと。いた。よし、今山間で攻撃したら普通に当たりました。はい、ガシャーン。
ふう、出歯持ちちゃんとしたんだと思った。バンバン。やっぱいろんな遅延系のパークあった方がいいですね。人間の心理として一回修理したやつは直したいので、途中までやったからやっぱ直したい、直しきりたいって思うね。今なんで見えたんですか？そういうパークだっけ？最後の最後でやられましたね。出歯持ちってなの。ラス1ですね。ライトして余裕ぶってたらゲロ食らってダメージ。今回相手うまかったですね。光とゲロの戦いです。今回逃げるのうまかったですね。敵がデッドハード、さっき一瞬加速したでしょさ。ああ、あれがそういうスキルなのか。ああ、通りでうまいわけだよ。めちゃくちゃ。おかしいだろ、お前。俺、これ。お前、俺、これっぽっちしかねえのに、おかしいだろ、お前。どう考えて。どう考えても、歴戦の覇者じゃねえけど。お前、おかしいだろ、なんだ、このマッチング。このマッチングおかしいだろ、お前。お前、マジ、超ペーペー。
てか、なんかこれ表示されなくなったね。前までこれランクがちゃんと表示されてたのね。あれ、キラーやると表示されないんですかね。なんかここが前は何ランクって見えてたのに、なんか見えなくなったんですね。うん、まあ俺これポッチしか、これポッチしかパークないのに、フルでレベル3やんけって。レア鍵持ってる人、これ、あ、ハッチを開くことはない、そんなのがある。これがデッドハードって。へえ。走っている時にアビリティ発動ボタンを押す。スキル発動中はダメージを回避できる。攻撃に耐えられる。強えな、それ。みんなデッドハード持ってる。みんなデッドハード持ってます。ガチガチじゃですね、ガチガチの。この人確実にハッチ脱出狙ってましたね。うん、アーカイブでしょうね。確実にハッチ狙ってますね、この人。こんだけグダグダでも1万4000もらえるんだから、全然ポイント効率でいいですね。そしてノーワンぐらいつけときゃよかったね。何にもつけない状態でいっちゃったからもったいなかった。景気づけて強いのかな。生存者瀕死にして32メートルってそんなになさそうだよね。 8% 進行も大してすごくないじゃん。うん、あ、最後の発電機の終了が完了すると7秒間見えるってありましたね。見てなかった。あ、もう何気に2時間やってんのか。うん、でもこの2時間の中でもう5試合ぐらいやってるから全然あれですね、マッチング効率とポイント効率はすごくいいですね、キラーは。うん、でこの抹茶先生は強いですね。抹茶先生強いっすよ、ね。あのキラーど素人の俺がやってもね、それなりにできるから抹茶先生強いです。このカラスとコミュニケーション取れるってこれ強いな。兵士を恐怖しろ。これ微妙に強そうですね。あれ、キラーもエンティティが邪魔してくるの、なんでやねん。なんでやねん、お前味方やろ、味方やろ。ちょっとキラー側があれパーク取ってってもエンティティが邪魔するんですか。プレイグ練習してみるのもいいかもね。うん、もっといろいろパークがついたら相当強くなりそうですね。うん、単純に面白いし、あのゲロで攻撃する、ゲロじゃない、抹茶ラテで攻撃するね。ちょっとあの口から抹茶ラテが出る特殊体質の人なんで、ちょっと
口から間違ってたら、たまにあの赤ワインが出せるあの特殊能力の持ち主なんでね。あのみんなに間違ってどうぞってキュブブ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 やってあげてるんですけどね、みんなが嫌がって逃げちゃうんですよね。悲しいなぁ。たまたまの口から抹茶ラテと赤ワインが出る体質なんですけど、ね、なんかいろいろアドオンつけると強いみたいですね。プレイユー強いのはやっぱりあの感染病気になってる間ギャホ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 あのするじゃないですか。それであの音であの僕ヘッドホンでゲームしてるので、あので PS5 って一応 3D オーディオに対応してるんですよね。だからあの普通のヘッドホンでもかなり 7.1 チャンネルじゃないけど、あの割とかなり空間が分かるんです。だから後ろの方でゲホゲホってなったら後ろにいるなってのが分かるので、あの PS4 はどうか分かんないですけど PS5 でやると結構その空間がかなり分かりますね。なので多分それで多分ユース先生うまいと思ったのかもしれないですけど、あの音のする方向が結構よく分かるんですよね。PS5 の音がかなりいいので、うん、なのであのサバイバーがゲロゲロしてる時の音とかも結構よく、あこの辺にいるなっていうのが分かるので、そうあのパークを超えたパークハードウェアパークが発動してて、ね、結構あのどこにいるっていうのが感覚的にかなり分かりやすいですね。なのでそういった強みもあるかもしれないです、うん、まあなので多分このキラーは僕のプレイスタイルに合ってますね。あの策的適当でもある程度できるので、すげえ初心者向けじゃないかな。あの見た目が初心者向け、見た目攻撃あの攻撃の仕方が初心者向けじゃないですけどすげえ使いやすいと思うんですよ、うん、音大事だよ。そうそうかなりねあの視界に見えてなくてもだいたいこの辺にいるっていうのがすごく分かりやすいので、うん、そこが PS5 の恩恵かもしれないです。じゃあ今日はもう2時間も私終わりましょう。一応あのサウンドでこの音声出力で 3D オーディオ出力っていうのが対応してるので、これやるとテレビの HDMI 出力も 3D オーディオにしてくれるので、はあ、で今出力してるのをヘッドホンアンプにつないで今聞いてる状態なのでそれでやってます。だからコントローラーのあのミニステレオミニプラグに挿せばコントローラーからヘッドホン出力ができるんで、よりリアルな 3D オーディオ、今あの機器を通しての音なので、多分ピュアの 3D オーディオを体験するならコントローラーのイヤホン端子にステレオミニプラグ挿せば多分よりさらに 3D オーディオが感じられると思います。今あの配信で音出力する関係上これやるとあのキャプチャーの方に音が飛んでくるじゃんで、ね、やってないですけど、はい、なので多分ヘッドホンは大事ですね、うん、ということで今日はキラー配信でしたけど面白いですね、うん、当面あのポイントを稼がなきゃいけないのでしばらくキラーやるかもしれないんで、
はい、また時間があったら見ていただけたらと思います。というわけで、じゃあ今日はこれで終わりましょう。まあ、とりあえずプレイが面白いですあの攻撃がね、攻撃がゲロ、相手をゲロまみれにする、あ、ゲロって言っちゃったマチャラテまみれにするというね、この斬新すぎる、奇抜すぎる戦い方で、単純にいいよね。あの普通のキラーだと攻撃しなきゃいけないけど、とりあえずあのマチャラテ当てれば、あの相手をマチャラテまみれにできるっていう楽しさがあるので、ね、で、お前をびしょびしょにしてやるぞっつって、あの他のキラーは多分ストレス溜まるかもしれないですけど、とりあえず相手をこうね、あの土砂物まみれにできるというこの楽しさびしょ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 で、あの腹立たないじゃないですか。まあなんか煽られても相手ゲロまみれだしなと思いますで、ゲロまみれの相手から煽られても腹立たないし、まあ言うてこいつゲロまみれが死んだらほじほじみたいな、ね、感じなので、うん、あの多分あの上級者向け、見た目は上級者向けですけど、あのやってる部分にはすごい初心者向けな気がします。あの堕落の介入も使えますからね、あのチェーンパークあるので、あのおすすめされたドクターもちょっと使ったんですけど、ドクターより個人的にはプレイグのが使いやすかったですね。うん、あのやることが単純なんでね、あのとりあえず抹茶ラテぶっかけるで殴ると、それしかないのでね、やること単純です。あのドクターのスキルが2つあるじゃないですか、電気ビリビリとの放射するビリビリと全域あのやるビリビリの2つがあるので、どっち使わなきゃっていうのを考えなきゃいけないけど、基本的には発射するゲロはボタン1個しかないので、あのすげえ単純です。でとりあえず汚染させとけば勝手にサバイバーが病気になって勝手にダウンしやすくなってくるんで、うん、個人的にはすげえ使いやすいと思います。ということで、しばらくちょっとプレイグ配信も増えると思いますので、あの嫌悪感をも感じない人はぜひ見てください。ユウ先生、復帰したらフレ申請します。もうユウ復帰しちゃいなよ、ユウ、ユウ先生にユウ復帰しちゃいなよユウってどっちでユウなんだよって感じだけど、はい、ということで今日お疲れ様でした。ちょっと 3D オーディオの良さを語りましたけど、室内マップだけは勘弁してくださいというところで、今日お疲れ様でした。じゃあ配信を止めます。